続きまして、プリンセスオブプリンセス選手権チャンピオン山下美夢対挑戦者中島翔子の調印式です。両選手よろしくお願いします。それではこちらの調印書にサインを入れていただきます。調印書にサインが入りましたので、正式なタイトルマッチとして認定されます。はい、両国国技館大会目前なんですが、私と山下美夢は、DDT 両国国技館のダークマッチでデビューして、東京女子プロレスが旗揚げする前からやってきた唯一の仲間なんですけど、私にとって山下はそれ以上にいつもみんなの真ん中にいて、いつもみんなの一番上にいて、最強の壁だったと思います。私流に言うと、怪獣の目の前にずっと立ちふさがっている、さらに大きな怪獣みたいな存在です。今まで勝ったり負けたりしてきて、今はちょっと私の方が勝ち越してるとは思うんですけど、どんなに勝っても、どんなに並んだと思っても、超えたと思っても、それを強さですぐに簡単に覆してしまうのが山下だったと思います。でも今回の両国国技館大会で勝つことができれば、今度はそれを私が覆せると思っています。今まで両国国技館が東京女子にとって大事だっていうのはずっと言ってきたし、思ってきました。でも自分にとって一番大事なのは山下に勝つことです。これは最高のチャンスだと思っているし、最後のチャンスかもしれないと思っています。ここで勝って、今度は私が山下より大きな怪獣になる番だと思っています。以上です。はい、ありがとうございます。続きまして、チャンピオン山下美夢選手、コメントお願いします。あ、はい、今年1月に自分にとって最高の挑戦者である中島を指名して、ここまで前哨戦やってきましたけど、それが改めて確信に変わって、改めて両国で中島と試合ができるっていうのはすごく嬉しい気持ちがあって、ただでも最高の相手である中島を両国で倒さないと意味ないと思ってるので、そこはねしっかり倒してベルトね防衛したいなと思ってます。そして東京女子プロレス両国国技館大会、私がデビューした日からずっと思い続けてきた夢の場所なので、こうまだ実感しきれてない部分があって、これはもう多分当日会場入りして両国が東京女子仕様になってるその姿を見るまでは、多分実感湧かないんじゃないかなと思ってます。そういう夢の場所、両国国技館ですけど、東京女子にとってそれはゴールではないので、この大会において見せなきゃいけないものっていうのは、私たちが今までやってきた通り、東京女子、両国国技館でもね
東京女子らしく戦って、もっともっと東京女子を大好きになってもらって、応援してもらえるような東京女子の未来を見せなきゃいけない大会だと思っているので、うん、今のね私たちならそれが、大きく超えられると信じてますので、3月19日東京女子プロレス両国国技館大会期待しててください。以上です。はい、ありがとうございます。それでは質疑応答に移らさせていただきます。お二人にお尋ねします。何度か前哨戦で当てられていますが、前哨戦を踏まえて、勝利の手応えというのはいかがでしょうか。はい、前哨戦、前回は、勝負は負けてしまいましたが、私の中では、タイトルマッチ本番以外は全て自分の身になる実験だと思って戦ってきましたし、いっぱいもらっていっぱい悔しい思いもしましたけど、でも勝ち筋は見えてます。なので自信はあります。はい、前哨戦しての手応えっていうことで、そうですね、前哨戦では結構打撃も当てられてるので手応えはあるんですけど、中島に前言われた通り調子に乗るといけないと思うんで、本番、空気も違うと思うし、その自分の結果、自分の本番その日の、勝ちか、戦い方次第かなと思ってます。はい、ありがとうございます。他にご質問のある方は挙手をお願いします。中島選手に聞きたいんですけれども、先ほど、今回が最後のチャンスかもしれないというふうにおっしゃってたんですけど、それはどういった意味合いでのことなんでしょうか。はい、今回9周年記念大会っていうふうに、タイトルがついてるんですけど、ということは、もうすぐ私もキャリア10年目に突入する節目も近いんですよね。でそんな中で、両国国技館、ゴールではないけれど、目指していた一つの到着地点、目的地点に、たどり着くところだと思うんです。そんな中で、最初から旗揚げ前から自分はいるんですが、選手層も熱くなってきてるし、後輩の追い上げもすごいし、今、そんな、ビッグマッチのメインイベントに戦うチャンスっていうのを勝ち取るのはどんどん難しくなっていくと思うんです。はい、そんな中で、チャンスが巡ってきて、ここを最後だと思わないと自分はどこかで気が抜けてしまうんじゃないかと思ったので、最後のチャンスだって言い聞かせて やるつもりです。はい、それでは両選手ありがとうございました。以上で記者会見を終了いたします。最後までありがとうございました。